さて、本日お集まりの皆様、この度は切裂家のご息女千棘様と一条家のご子息楽様が婚約されるという実にめでたい席でございまして。チッ、あのメガネ、俺の方を見て今露骨に舌打ちしやがったぞ。くそ、舌打ちしてえのはこっちの方だっつうのに。ミトゲも何も文句を言う気配はねえ。流れに任せてこのまま俺と婚約しちまう気なのか。くそ、こうしてる間にも千棘は消えちまうかもしれねえってのに。さて、千棘様といえば幼少の身切りより私が温かく見守ってきたマイエンジェルでございますが、それをこんな青病炭のようなクソガキに。よしてみら、早速あれの準備だ。ミース、さ、坊ちゃん、こちらを。なんだこれ、でけえ杯だな。婚約の杯ですぜ坊ちゃん。それを飲み干したらついに坊ちゃんも大人になっちまうんだな。ああ、でも安心してください。大人っつっても中身は日本酒に見せかけた清涼飲料水っすから。これを飲むと婚約成立か。さあ、飲んでくれたまえ。これからも娘をよろしく頼むよ、ラック君。俺はこれを飲むわけにはいかねえ。どうした、ラック君、緊張してるのか。いえ、そういうわけじゃないです。ただ俺にはこれは飲めません。飲めない。恋人でもない子と婚約するなんて、そんなことできませんから。あ、ラクさん、やはりあくまで私のことは認めてくれないのですね。おいおい、ラク、ごねんのもいい加減にしろよ。おめえの恋人はその子だろうが。違う、今そこにいるべきは千棘なんだ。この子は違うんだよ。何を言ってるんだ貴様、言ってることが支離滅裂だぞ。そうですね坊ちゃん、いくらなんでもここへ来てそいつは。そうじゃない、違うんだ、こいつは千棘じゃない。貴様、気でも触れたか。お嬢の何が不満だ。おかしいことは言ってねえ。俺が今いるべき場所はここじゃねえんだ。坊ちゃん、どこ行くんですか。うるせえ、俺は千棘のところに行く。ラックン、あのガキ、お嬢に恥をかかせやがって。野郎ども、あのクソガキを連れてこい。足の一、二本ぶった切っても構わん。捕まるわけにはいかねえ。とにかく追手を巻きつつ千棘のやつを見つけねえと。見つけましたぜ。甘いですぜ、甘いですぜ。どこでしたか。逃げられませんぜ。
close! どこもかしこも見張りだらけで、ちとげがさっぱり見つからねえ。ちとげ、お前一体どこにいるんだよ。ラクさん。うわ、見とけ。やべ、見つかった。本物の私を探しているのですね。それなら、ついてきてください。え？わかるんです。私には。自分だったら、どこに身を潜めるかって。そう考えればいいだけですから。さあ早く、他の方々に見つからないうちに。こっちです。なんでそんな親切に教えてくれるんだ。さっきのラクさんの話を聞いて思ったんです。私たち霧崎千棘は勘違いしてたのかなって。ラクさんは本当の私を大事に考えていてくれてたのに、下手にカッコつけようとしてこんな私を生み出してしまった。やっぱりいらないのは私の方なんです。何でも完璧な霧崎千棘なんてどう考えても不自然ですものね。そんなことは。自分から消えようとしちゃってるあの子の目を覚まさせてあげてください。お前はいらない子じゃないよって。ああ、それでいいのか、お前は。え？だって、ちとげを助けるってことはお前が消えちゃうってことだろ。まあ、最初から覚悟はありましたし、それにくしくもさっき言った通り、私が消えても思いは残りますから。霧崎千棘がラクさんと幸せになってくれれば、それで私も幸せなんですよ。お前は本当にいい子なんだな。やめてください。悪い冗談にしか聞こえませんよ。ここです。この部屋の中で膝を抱えて丸くなっているはずですよ。そうか。それじゃあサンキュー、元気でっていうのも変だけど。いいえ、そちらこそ本物の私と末永くお幸せに。あの、最後ですけど、みんなで行った遊園地、とっても楽しかったです。よかったら、今度はちとげと二人だけで、また一緒に行ってくれますか？ああ、もちろん。約束するよ。ありがとうございます。ラクさん。こっちこそ、ありがとうな、
見とけ。しとけ。ラク、ったく、こんなところでうじうじしてんじゃねえよ。お前らしくもね。だって婚約披露宴は、ラク、ミトゲと婚約するんじゃなかったの？途中で抜けてきたよ、あんなもん。なんで、なんでそんなことしてんのよ。そりゃ好きでもないやつと婚約なんてできねえだろうが。俺の恋人はミトゲじゃねえ、お前なんだよ、チトゲ。でもそんなのおかしいわよ。だってあの子の方が魅力的だし、私なんて動物のお世話もできないいい加減な女の子なのよ。そうだな、実にいい加減だ。でも几帳面すぎる俺だけだといつまで経っても仕事終わんねえからな。きっと俺たちバランスいいコンビなんだろうぜ。そうなのかな。でも他にも私なんて欠点あげたらキリがないわよ。暗いところも苦手だし。行かなきゃいいだけだ。腕力もゴリラ並みだし。ないよりあった方が何かと便利だ。こんくり割れる女なんて他にいねえよ。希少価値だ。それ褒めてんの？ああ。でも料理だってろくにできないし。そんなのもこれから覚えればいい。これ以上下手になりようがねえし、伸びしろが多くていいじゃねえか。だから自信持て。ほん？何よ、もやしのくせに偉そうに。さっきから調子のいいことばっかり。あんた一体何が言いたいのよ。そんなの決まってんだろ。どういう意味もこういう意味もあるか。たとえガサツで料理もできない暴力女でもな、俺が一緒にいたいのはお前なんだよ、チトゲ。だってミトゲがあんだけ理想の女の子が目の前にいるのに。理想の女子なんてそんなの関係ねえよ。今まで楽しくやってこれたのは全部ここにいるお前のおかげじゃねえか。俺はそんなお前と過ごす日々が大好きだ。だからこうしてお前を迎えに来たんだよ。ラクバカよあんた、こんな私を選ぶなんて。自分の本当の魅力に気づいてなかったバカには言われたくねえセリフだな。何かっこいいこと言ってんのよ。もやしのくせに。お前はそのまんまでいいんだよ。いらない子なんかじゃねえ、少なくとも俺にとってはな。ラク、急に抱きつくなっての。ようやく落ち着いたみてえだな。え、親父。急に会場を抜け出したかと思えばお嬢も部屋に連れ込んで抱き合うとは。裏地だぞ一条楽。まったくだ、万死に値するぞ小僧。つうか、なんでみんなここに。そりゃおめえ部屋の外まで聞こえてきたからよ。そばにいてほしいとかなんとかって歯の浮くようなくっさい口説き文句が。いや、聞こえてたのかよ。バカもやし、恥ずかしいじゃないの。なんかすっ
恥ずかしいのはこっちも一緒だっつーの。でもまあ、ちとげもみんなから認識されるようになったみたいだし、一件落着だな。この分なら婚約披露宴を再開しても良さそうだね。ラックンもちとげも随分と仲が良さそうだし。は？よしおめえら、主賓をホールまでお連れしろい。婚約の話は消えてねえのか。確かに、それ私お願いした覚えないし。別件ですか。さあさあ、おっちゃんもお嬢ちゃんもどうぞこちらへ。熱い抱擁はまた後ほどたっぷりとできますんで。あー、いや、これは抱き合ってたとかそういうわけじゃなく。まあまあ、照れないでくだせ、坊ちゃん。いやいや、誤解だっての。さあ、野郎ども、会場に戻って婚約披露宴を続けるぞ。うわあ、誰か、ちゃんと説明させてくれよ。ちとげちゃん、一条くんと婚約しちゃったんだよね。それはめでたいな。うん。あやっぱり話広まっちゃった。まあ半分くらいなし崩し的になんだけどね。っていうか小作ちゃん、どうしてそんなに目がうつろなの。それは聞かないであげて、ちとげちゃん。お？もう婚約ですか。さすがにこれは先手を打たれましたわね。ねえ、ラク様、一緒にアラビアに移住しませんか。は？なんで突然。それはもちろん従婚が認められているからですわね。ラク様が桐崎さんと結婚するというのなら、二人目の妻を目指す、それが私の生きる道ですわ。おい、立花マリカ、貴様、お嬢が婚約したというこの嬉しい時期に不謹慎ではないか。第二の妻などと。あらあら、そういうつぐみさんだってずいぶん興味深い本をお読みになっているではありませんか。何ですかこの愛人の道徳的意義って。いや違う、これはだな。やっぱ婚約なんて話聞いたら普通みんなびっくりするよな。ななラク、聞いたところによるとさ、お前桐崎さんに相当激しいプロポーズしたらしいじゃん。二人っきりの暗い部屋でムードたっぷりに抱きしめて愛を叫んだとか、もう学校中の語り草になってるよ。バカ、プロポーズとかそんなんじゃねえよ。なあちとげ、やっぱみんなにもちゃんと説明した方がよくねえか。お前もさすがに迷惑だろこれじゃ。そう、別にいいわよこのままで。迷惑なんて思わないし、それに。それに？これからは偽物の恋人同士じゃなくて本物の恋人同士になるんでしょ。
新しいプライズが解放されたようだな。新しいプライズが解放されたみたい。ニセ恋嫁入り、ゲームクリア、おめでとう。浮気したら許さないんだからな。